初めてやるんでマジで全然わかんないんですけど、家を作るゲームですよね多分ね。よし、これで作るでいいのかな。いや今めちゃめちゃ娘に教わりながら超設定した急いでなんかね、娘がねダメ逃げてとか言ってるめっちゃ LINE 来る狼はやばいって。はい、熊さんすいません、ありがとう。なんか娘からめっちゃスタンプ来る LINE。 いや、ちょっと待ってよ、ちょっと出らんない、階段にしないと出らんないの出らんない、やちょっと待って、まず落ち着こう、このゲームはまず家を作ろう家を作ろう、めっちゃ笑われてる、ちょっと待って、娘にめっちゃ笑われてんだけど、だって夜になるの早くね、こんな早いのおかしいって。待って、家を作るの、そう、わかった家を、これさ、提案なんだがさ、やり直すっていう手はダメかやり直すっていう手はダメか、これは相当なんか相当運が悪いんではないか、これしあのすいません、この初心者がですよ始めたばかりで痛い、矢が刺された、ケツに矢が刺さってんのケツに矢が、罪ですよ。パン、あのね、パンを食べるボタンがわからないの。これは、あの、夜はこんなに長いもんなんですか？操作を覚えたいですね。チュートリアルとかないんですか、このゲームは。セーブして終了。はい。満気がしてきた。それでそこに家作ってとりあえず穴でなんかこう、あの半桶みたいな家でいいから作ってくれ。すぐ逃げられる場所、もしもの時にすぐ駆け込める家を。はい、出してる木ができる何を言ってうん、はい、はあ、あ、じゃあ屋根もできればお願い、はい、え、じゃあどうすんの。あ、それで十分でございます、それで十分でございます。あ、三段積めば敵が来ないんですね。これ、あれ、あの、正直私、あの、あなたがいなかったら、多分、3時間ずっと死に続けるゲームだったと思う。あ、これ、1個上どうやってつけるの？立てんの？絶対酔う、これ。はい。わかりました。ちょっと目つぶって。はい。はい。なんだこのプレイ。なんだこのプレイは。どうなってんだ、これ。はい、すいません、スーパーチャットいただきました。水木圭さん、こんばんは。操作してるあかねちゃんに何か好きなものを買ってあげてください。多次第2ということでいただきました。お小遣いもらったよ。ありがとうございます。うん。はい、スーパーチャットいただきました。ボットさん、隣でサポートしてくれてるあかねちゃんにご褒美をということで。ありがとうね。お小遣いが。あ、確かに、こっちに生肉とかあるから。あかねちゃんへのお小遣いいっぱいもらえる、ありがとうございます、ありがとうね。え、隣でサポートしてくれるあかねちゃんにご褒美のお小遣いすごい、ちょっとやばい、お小遣いやばいぞ、これやばいぞ。ちょっとお母さん貯金しとくわね。こうかあ、よし分かってきました。もう極めました、もう大丈夫です。先生ありがとうございました。もう寝てくださいもう遅いんでもうあの23時39分なんで遅いんで、もう寝てください。はい、もういいですよ。あとはもう LINE で指示を飛ばしてください。はい、あの、ちゃんとお小遣いは後で渡すんで。
渡します。渡しますんで、よろしく。ありがとうございました。先生、ドア閉めてってください。あ、こうだ。大丈夫っす、大丈夫っす。とりあえずドアを設置した方が。めちゃめちゃ信用されてねえな。ZR。おやすみなさいです。ありがとうございました。よし、まずドア、ドア、ドア、ドア。持ち物。先生がさっきからすごい心配してめっちゃ LINE 来る。めっちゃ LINE 来るんだけど、もう寝てください。家ができたじゃないですか。そうだね、次は2回。いや、そう、これもこれはもう明日の朝先生がこれを見て安心してくださると思います。だいぶ立派になった家とこの文化文明でね、はい。文明で先生にもねだいぶ褒められると思いますよ。先生なんかよくわかんねえ言葉言ってた、エンチャントとかなんか。